にちはとハッピーです。今回はこちらのヘリコプターです。星空救援隊、プロペラ回転とか心地いいですね。こちらの撮影をしている時は5番目、一番最後に撮ったんですけれども、これが一番遊んでて楽しかった気がします。なんといってもこのヘリコプターのプロペラ回転がすごく癖になります。そして形状、まあところどころ噛み合ってないのはもうご愛嬌ですね。まあ、こうして画面越しで見てみると、本当に艶といい造形といいしっかりした出来っぽいんですけどね。さあ、それでは早速ロボへ変形させていきましょう。まずプロペラを取り外します。これは結構差し替えが多いんですよね。そしてこちらのパーツも取り外します。左右両方。さあ、さらにヘリコプターの側面についているこちらのパーツも取り外します。一気にシンプルになって、なんかクジラ型のメカみたいな、タイムボカンシリーズに出てきそうな、そんな姿です。ムテキングのメカと並べてても馴染みそうです。さあ、まずこちら上下を分離します。はい、そして後ろの方をひっくり返すと、この2つのパーツ、これを引き出します。その次にこちらの赤いパーツをずらします。先に白いパーツをやらないと干渉してしまいますので。そして尾翼部分を左右に展開して両足を分離させます。この尾翼部分、ここの突起と受け側合わせてはめ込みます。こちらとこちら、はい、これは結構ね、精度がいいです。ちゃんとはまります。ずれることなくパチッといきます。続いてはコックピットの方ですね。まず屋根部分を左右に分割、まあ、ここら辺は戦隊シリーズ知ってる方だったら、まあ、スピードルみたいな感じですね。頭部、これはこうやって格納してた方がいいのかな、まあ、箱に入った状態は顔を上向いてましたね。顔を90度立てて出します。はい、そしたら肩から下に下げると腕になりますね。そして黒い持ち手を押すと拳が出てきますので、180度回転して拳パーツを引き出します。そして90度回転、反対側も同様に黒い拳を出してひねって回転、これで両腕の完成です。腰パーツは180度ぐるっと回転させて、ジョイント合わせてはめ込みます。これで一応ロボの完成です。この変形パターンが地味にはまってます。遊んでて嫌な部分っていうのが今のところないんですよ。硬かったりとか、噛み合わせ悪かったりとかなんですけど、こちら足を見てみるとつま先が後ろ向いてるんですよね。ただイラストとか見ても、この赤い部分がここですね、すねになってるイラストもあったりするので、ちょっと気になってしまいます。かといって前後逆かといったらネジ穴もあるし、しっかり胸パーツとジョイント合わさってパチッと止まってるので、まあこれは誤りではないんですよね。でもどうしても気になるんで、まあこの可動部分を取り外して逆につけてみるとどうでしょう。なんということでしょう、かっこよさが何倍もアップしました。だけど外したパーツは結構あるんですよね。このプロペラをこのようにすると剣みたいなものになります。これを手に持たせることもできるので、まあ、2倍刃の剣、もしくは配線のように引っ叩く武器、そしてヘリコプター形態の足、こちらも2つに折ります。とんでもなく嫌な音がしてますけれども、これはちょっとネジを強く締めすぎてるせいかなと思います。もちろんこれも手に持たせるので、クロウのような挟み込むアームのような武器にも見立てられます。はい、そしてもう一個あるので、こちらも曲げます。指先の筋力トレーニングマシンみたいです。空いてるジョイントが腰の横にもあるので、ここに取り付けることもできますね。武装なしだと寂しいですけど、やっぱり武器持たせたりするとそれなりにかっこよく見えてきます。さらに外したパーツがあって、ヘリコプターの両端についてたパーツ、
まあ、こちらもとりあえずは腕の横のジョイントに取り付けしてみたり。でもこれはなんか不格好ですね。ただこのパーツは展開するんですよね。こうやって左右を展開させるとちょっと硬いんですけど、ミサイルポットというかランチャーというか、クリアパーツを使ったブロックみたいな形状の造形です。なのでなんかビームとか出そうな気がしますね。ちょっと形は変だけど、大口径の同時ビーム発射とか、そんなイメージですかね。腰につけてみると飛行用のブースターとか、そんな感じに見立てられます。あとは長めの槍みたいな武器も背中のジョイントにくっつけて担いでるような、そんなイメージにもなります。正直言うと5台の中で一番つまらなそうなイメージ持ってたんですけど、これが一番楽しいと思ってます。あとはバリが痛いです。そして唯一残念だったのが両足、つま先が後ろに向いてるってやつですね。はい、ちなみにパッケージはこちらです。一番ね、なんかパッケージに対して内容がちっちゃかったので、すごくつまんなそうって、そんなイメージで一番最後に開けたんですけど、実はこれが一番楽しかったっていう、そんなオチです。天井ヘリコプターロボ、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。